今日はナポリタンを作りたいと思います。ナポリタンって言うとナポリにあるって思われがちなんですけども、実際これナポリにね、ないんですね。あとあれっすね、アメリカンコーヒーも実はアメリカにない日本のやつなんですね、アメリカンコーヒー。あと天津飯、これもね、実際天津にないんやね。あとあれや、モロッコヨーグルこれもね、モロッコにはないんですよね。あと台湾ラーメンこれもね、実際台湾にはないやつで、具材紹介していきます。ウインナーソーセージウインナーっていうのはソーセージのジャンルのうちの一つですから、ウインナーソーセージです、これ断面大きめにあえて切ってます。これ粗挽きでもいいんですけども、まあナポリタン、いや言った悪いですけど、素朴な感じというか安っぽいみたいな感じが逆にいいみたいな感じなんであえて安いウインナー使ってます。粗挽きとかそういうなんじゃなくて、こう一番安価な、ウインナー。マジックマッシュルーム、これでホングレシトス、あちゃ、すいません、ホングレシトス、ちゃわ、ホワイトマッシュルームです。すいません、ちょっと高校の時周り悪いやつばっかに囲まれてて、すいません、なんかそのちょっとピーマン、種とかヘタとか綺麗にスプーンで細げ落としてもいいんですけども、今回あえてこれ残してます。そのままでも全然美味しいんで、はい。オニオン、はい、オニオン切るとみんな涙出るみたいなこと言ってる人いたんですけど、僕なんか切っても涙出たことなくて、これなんか映画とか見たらすぐ涙出るんですけど、その玉ねぎで涙出んやろうと思って、ちょっと疑問に思ってます。重楽、はい、まあお好きな量、用意してください。でフライパン、用意してもらってこれね、あらかじめエクストラバージンオリーブオイル、はい、とあとガーリックを刻んだものを混ぜたものですね。忙しい合間塗って作ったんですけども、忙しい方ね、これ事前に作っておくと楽ですので、入れてください。キッスの予定ある方はもうこれ抜いてくださいね。僕幸いキッスの予定なかったんで、あちゃうやん、あるやんもう入れてもた、これこれ入れてもた、やば、何をしてんねん。あ、ちゃうわ、ないわなかった、全然なかった、はい、カホリがね、こうオイルに移ったら、これはい、オニオン、マッシュルーム以外の具材、ソルト今回もソルト使ってます。でソルト、はい、ソルト入れて、の KC KC 入れてください。水をちょっと入れるんで、はい、なんでちょっとここで中日の二遊間ちょっと行って、あちゃうわ、アライバや、すいませんその中日の二遊間、荒木イバタで覚えてて、荒木イバタでアライバーやった、ちゃ、アライバー、そうそう、アライバー、ちょっとすいません、間違ってました。これで100度 C にね、していきます。はい。スパゲッティ、今。断面ね、この水がね、減ってきます、はい、マジックマッシュルーム、あ、ちゃうわ、ホワイトマッシュルームまた、一回言えとないな一回言えてたはずやな、ね、牛楽中濃ソース、最後ね、ちょっとだけしっとりしたら、パウダーチーズパセリやね、タラゴンちゃうあ、これか、いただきます。うん、ベリーうまーば、これ、うん、
いや、うまいな。しっとりしてて、トマトの甘みもあって。うま大国、美味子やね。うん。めちゃくちゃうまい。ほんまにうまい。めちゃくちゃうまい。これ、パスタウォーズ、ビミダラ女王、ナポリーポートうまいやね。うん、ほんまに。ビミダラ女王役の、ナポリーポートうまいやわ、これは。ほんまにうまいし、ええ味。うまんつええ味。坂東英二、ゆで卵でした。ゆで卵先生、BGM のこと、バグミっていうのやめてください。BGM なので。バグミってなんすか？怖いです、なんか。バグミ。怖いです。ごちそうさまでした。